どうも、とがりです。ある方の真似をして僕も Vlog を始めました。今週1週間を振り返っていきたいと思います。月曜日はポッキーの日だったので、近所のスーパーでポッキーを買って食べました。これは福岡県の小石原焼きという焼き物です。福岡県の地域おこし協力隊にもらったものです。大江戸町のお茶を入れて飲みました。寒かったので夜は鍋を食べました。最近運動不足だったので夜はちょっとだけランニングをしました。火曜日は朝霧がすごかったです。こっちに来てめっちゃ驚いたことは霧がすごいことです。この日は上北山村の大台ヶ原というところで会議がありました。奈良県各地の地域おこし協力隊と一緒にグッド奥山とという番組を作っていて、その月1回の会議です。昼はうどんを食べました。標高高いのでめっちゃ寒かったです。水曜日は下市町の老舗お菓子メーカーの吉田屋さんへ行ってきました。その後知り合いの農家さんのところにも行きました。お土産をたくさんもらっちゃいました。夜は吉野町のゲストハウス3キロで宿直のバイトをしてました。木金は基本的に役場で事務作業をしてました。土曜日は午前中ゆっくりしてました。この日はめっちゃいい天気でした。金曜日の夜に注文したものがもう届きました。 Amazon すごい。夕方からは映画のエキストラしてました。炊き出しの豚汁とご飯を3杯食べました。日曜日はちょっとしんどかったので1日家でゴロゴロしてました。こんな感じの1週間でした。